ね、まずこれね、ベリーピュアエイジド。これを、1グラムのやつある。1グラムを1日2回。で、1グラム、測りあります？あ、あります。これが1グラムです、大体ね。で、これに薬を混ぜてます。で、薬の中身もちょっと説明したいんですけども、まあ、開封したらちょっと仕事を言わせない。まあ一応もし測れないといけないので、大体がこれぐらいか1グラムだということですね。で、これ、あれ？ A と B と、これ何？あ、サンプルか。これはサンプルね。サンプルは取っておきますね。で、まず A の薬。A の薬、これが一番さ、いろんなもの、まあ、A と B を飲んでもらってるんですけど、薬の中身を説明しながら一緒に飲もう。もう今日は飲んでますから、飲ませるのは明日の朝からでいいんですけどね。まあ、ここに書いてあるよね、1日2回飲ませる、1週間分いたします。で、入ってる中身なんですけど、エンドフロキサシン、エンドフロキサシンって抗生物質です。で、胃とか腸とか、それから呼吸器とか、それから肝臓とかにも効いてくる。で、先に使って大丈夫の抗生物質です。次、ヒモベンタ、これはですね、心臓の薬です。心臓の収縮する力を高める。で、全身の血管を広げる薬です。血管拡張剤、そうすることによってギュッと収縮して全身の血管が広がるとね、全身血がよく回ってくる。そうすると心臓の負担を取って、体全体、肝臓とか腎臓とかの機能、多臓器の機能を高めてくれます。前も話したかもしれませんけど、もう一回ってこれ大事なんで、もう一回ちょっと心臓のことを言ってみたいんですけど、多分肝臓と絡んでると思うからね。心臓がこうありますよね。で、4つの部屋に分かれてます、心臓ってね。で、右と左に分かれてて、上の部屋が左心房、下の部屋が、まあ、心室、左心室とか右心室とか言います。で、血の流れは全身の血液が右心房に行きます。これは二酸化炭素が多い血液、静脈血ですね。で、右心室に流れて、肺へ流れる血液。で、まあ、ここで二酸化炭素と酸素を交換して、酸素がいっぱいの血液が左心房、左心室に流れて、ここで心臓がギュッと収縮すると、全身へ流れる。これは正常の血液の流れです。で、そうすることによって、まあ、酸素を全身に送るわけですね。あの血液の中の赤血球で酸素がくっついてますんでね、ヘモグロビンの中に。だけど、その心臓が大きくなってると、レントゲンでは心臓が大きくなってるしかわからないんですけど、これってね、肥大と拡張ってあるんですよ。もうちょっと言うと、肥大というのは心臓が大きくなってて、内腔は一緒、もともとこう心臓がこうあるとしたら、ここが大きくなってる、それが肥大です。拡張は心臓が大きくなってて、ここが筋肉も薄くなってる、だからこれが拡張なんだけど、大抵最初肥大になってから悪くなると拡張になっていっちゃうんです。どっちが悪いかって言ったら当然拡張の方が悪い。で、まだ多分おそらく肥大だと思うんですけど、筋肉が分厚くなってるんだと思います。じゃあなんでこういうふうに分厚くなっちゃうのかっていうのは、例えばウサギさんはね、そこまでちょっと原因がはっきり分かってないんだけど、人間とかワンちゃんはこの心臓の中の弁に問題が起きる場合が一番多いんです。例えばそれぞれ
三線弁とか総合弁とかあるんだけど、左心房と左心室の間に総合弁っていう弁があります。で血液が100たあったとしたらギュッと収縮すると全身に100流れます。だけどこの弁に問題が起きてくると90しか流れなくなっちゃう。と10はどこ行っちゃうかというとギュッと収縮した時に逆流しちゃうんですね、こっちに10。だから毎回毎回100本とは流れなきゃいけないのが90しか流れなくなっちゃう。そうすると当然酸素がちょっと足りないじゃないですか、少し低酸素だと。でそういう情報が脳に行きます、まあ、脳に行くっていうか脳にもちょっと酸素が足りない状況になってくるからね。そうすると脳はこの弁は治せないけど命令はできるんですよ、なんとかしてって。そうすると心臓も弁は治せないけどここの筋肉をちょっと分厚くして強い力でギュッと出そうとする。そうするとそうすることによってまあ90しか行ってなかったのがまあちょっとこの数字は適当なんだけど98ぐらいまで、100に近くなるまでなんとかここを筋肉を分厚くして肥大することによって正常に近づけようとする。でこのここで左心室の話なんだけど、もう一個前の部屋左心房はどうなるかというと、毎回100を超えてくるのに、まあ、1回だけの話と10戻ってくるからこの中が110になっちゃいます。とこの中の血圧が高くなりますから先へ送りたいと。そうすると今度左心房の筋肉を分厚くしてそれで心臓肥大が起きてくる。で今度肺から心臓へ行く血管、この中の血圧も上がってくる。で肺のその毛細血管って言って酸素と二酸化炭素を交換するレベルの一番細い血管のことを毛細血管って言いますけど、この中で血圧が上がってくると限界を超えるとですね、毛細血管が水分が肺に漏れちゃう。そういうのを肺水腫って言います。でこの子がずっと呼吸が早いと骨になっちゃう可能性があるからさ、これを気をつけとってほしいんですよね。まあ気をつけとってほしいって言っても暑ければ早くなります、から栄養補助をかければ興奮するから早くなります。でもそうじゃないのに早くなってる時、そういう時は多分口の中の入れ物が悪くなってる、低酸素を起こしてるから、こういう肺水腫ということが起きるということは知っておいてほしいんですよ。あの心臓病が、まあ、心臓病と言いますか、もうちょっと言うとこういう状態を鬱血性心不全って言うんですよね。鬱血性心不全、この中の心臓の中の血圧が高い。で今度ごめんなさい、話はまだ続くんですけど、この中の血圧が高いと肺や血管の血圧も上がります。そうするとこの中の血圧も上がってくるから、こっちも心臓肥大が起きる。そうここは血圧の流れが悪くなっていればここも血圧が上がるから先へ送りたいから、こちらも肥大が起きてくる。そうするとこの血管、心臓へ帰ってくる血管、静脈ですけどの大きな静脈の血圧が上がってくると。そう今度心臓の前で血液をたくさん溜めてる臓器ってさ肝臓なんですよ。この中の血圧が上がってくれば肝臓の中の血圧が上がるから、上がってくると肝臓も大きくなってくる。ちょっとあの面的にははっきりわからないけど多分肝臓ちょっと大きくなってると思うんですよね。でそれで肝酵素の肝臓の機能が落ちてこういう数値がすごい悪くなってくる。でそれとまあ前はちょっとお話したと思うけど、肝臓と膵臓で近い場所になるから十二指腸を介してね、で膵臓の数字も上がっちゃってる。だから関連してると思うんですよ、心臓も肝臓も。それからちょっと膵炎というのは私はあんまりなかったけど、チャギ膵炎ってあんまり効かないからあれだけど、でも膵臓の機能が落ちているよりは膵炎もある可能性があります。だからこの薬を使っているんです、その大元の心臓の機能を高めるためにね。ごめんなさいね、ここで一回ちょっと長くなってるから。